で、次これがジーパンなんですけど、あの比較動画左上に出しとくんですけど、まあ、これもね、マジで本当に好きな男しか好きじゃない趣味なんで、マジであんまり興味ないと思うんですけど、これなんかハイテクと、これなんか草薙剛くんとかがチャンネルで、いや、つよぽんがやってるんですけど、なんかこういう感じのこう、履いてるとその人にしかつかないこういうシワみたいなのが入ってくんですよ。なんかこういう風になんかちょっとずつ自分の生活のシワが出てきて、で、この膝の裏がこれなんか蜂の巣みたいになってるから蜂の巣って言われてんだってさ、なんかここの跡がバチってついてて、で、これがまたこう濃淡がついてくるとすっげえかっこいいみたいに言われる世界があるんだって。あのさ、みんなデニム詳しくないじゃん。でもさ、多分明らかに一人さ、デニム詳しい人がコメントにいてさ、あのデニムの癖のつき方ってその人がどうやってデニム履いてたかってわかるじゃんって言ってたじゃん。まあその人の座り方とかそういう歩き方とかの癖でわかるんだけど、その一人だけあのデニムに詳しい、確実に詳しい人がいて、真央さんのデニムの癖的に完全にデニムの上にお肉が乗っていますね、ダイエットを頑張りましょう、わらってコメントがあって、返す言葉が一つもなくてすいませんでしたって思ってバレた。笑ってしまった、あれで、ね、ちょっと笑ったっていう、そういう話。ダイエット頑張ります、今年はダイエットちゃんと頑張ります。マオさんは筋肉量はものすごい、スポーツをやっていたので、マオさんは筋肉量は確かにすごくあるんですが、ちゃんと筋肉量の上に基づいたちゃんとした普通のお肉が乗っているので、トリプルウーバーはしてないです。今年はちょっとダイエット頑張りたいと思います。